はい、今日は日産アリアがですね、6月の納車になるというところらしいんですが、その前にですね、車検を迎えてしまいますので、こちらのフーがですね、こちらを引き渡しに行ってまいります。ただその前にですね、車内の清掃ということで、まずはトランクの中ですね、掃除用具ですとか、あと灯油が漏れても大丈夫なように段ボール敷いてますが、これアリア用にも作らなきゃいけないですね。あと三角表示板、これついてこないんですね今。なので、アリアにも使い回します。その他よくわからないものがたくさん出てきましたが、蓋も開けてですね、この板がですね曲がっちゃうんですね。なのでどうしたらいいのかなというところですけど、まあしょうがないですね。はい、あと鉱石ですね、傘が2つ3つ出てきましたねあとゴミ箱、あとおせちのパンフレットなんかが出てきましたが3ヶ月ぐらい後ろに置いてあった。あとは人形とかですね、あとティッシュが2箱、2箱入ってましたね。まあいろいろたくさんゴミ的なものが入ってたと。なんかよくわからない貝殻とかもありましたね、こちらティッシュですね。で後ろ終わりかと思ったんですが、あの買い物を引っ掛けるですね、買い物袋を引っ掛けるやつですね、これを早く忘れるところでした。であとはネックピローですね、こちら、運転席と、助手席はあれ腰用のやつですね。あと助手席のネックピローも外して、こちらがティッシュですね。あと懐かしい CD がたくさん出てきましたね。これをどうするかちょっと悩みどころですが、なんかグルコーザとかですね、懐かしいやつが入ってました。あとはまあケーブル系ですね、たくさん出てきましたね。なんかマスクもたくさん。17年乗ってると革のシートは破れるわ、あの天井の布ですね、あれも垂れ下がってましたね。なので買い時だったですね。マグセーフのスタンドはこれはアリアにも使いますね。あとカードとかも取り出したんですが、あのあれですね、ディーラーさんが探すとなんかまた出てきましたねやっぱりディーラーさんは慣れてるから。あとメガネを忘れましたね。メガネも探し出してくれました、はい、あとコインですね。あとこちらにもありましたが、あの運転席の下にも落ちてましたね。100円ラッキーです、はい。左手側からまた探してみましたが特になかったですね。あとあれですね、こちらはあの取れた部品ですね、これを戻しました。あれ発煙筒なんかもう期限切れじゃないかな。あとグローブボックスですね、こちらからは DVD ですね、チブラシカとかロシア系の DVD が出てきましたね、はい。あといろいろ車内を拭くやつ、あと酔い止めですね、あとワイパーをきれいにするやつですね。散々探して最後に出てくるというパターンでしたね、はい。最後に障害者用のマグネットを外して終了ですね。これでお別れですね。はい、今日は以上です。